お待たせいたしました。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は右のサイスニード、対するベイスターズの先発は右の上茶谷、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右のサイスニード、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは桑原。投球はこれから3球目、初球見逃し三振。左バッターボックスは2番森背番号6。初球ストライクから打った、山田ボールを取る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番佐野背番号7。投球これから5球目、打ちました、いい当たり、入るか入るか、ワンバウンドヒットになる。打ったバッター一気に二塁へ向かう。佐野ツーベースヒット、スワローズ先制のピンチを迎えます。さあピンチで迎えるバッターは牧。第3球打った、ライト前に出る、取りました、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁ランナー佐野残塁に終わりました。スワローズまずはゼロに抑えました。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは楠本、投球はこれから3球目、打ちました、ショート正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ソト。第2球打った、三遊間ライナーで破った、ヒット、レフト前ヒットになった、ソト、ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第3球を投げました、打ちました、山田バックしていった、取ってアウト、3アウトチェンジ。1塁ランナー外残塁に終わりました。2回の表が終わって0対0です。スワローズ先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で濱田、第9球投げました、あっと、いったー、一直線、入った入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。スワローズ2点先制、2対0。さあチームメイトからも祝福を受けます。こちらが先ほどの先制のシーンです。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー上茶谷。第9球投げました、打ちました、初球打ち、山田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第2球打ちました、ヒット、桑原いいバッティングを見せました。バッターは2番森。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れている、三振、サイスニード、ナイスピッチング。バッターは3番佐野。第4球を投げました、打ちました、西浦掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー桑原残塁に終わりました。3回の表が終わって2対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは牧。第1打席はライト変化球、空振り三振、サイスニード、見事なピッチングです。投げました、打ちました、引っ掛けた、これは内野フライ。オスナ落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番ソト。投球これから5球目、打った、ピッチャー返し、抜けた、ソト、ナイスバッティングです。バッターは7番戸柱。第1打席はセカンドフライに倒れています。投げた、152キロ直球、空振り三振、
ボール球で仕留めました。サイスニード毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。4回の表が終わって2対0です。スワローズリードで迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で濱田、ストレートはボール。投球これから2球目、外れた、ボール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、決まってストライク。第5球投げた、きた、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、2打席連発、失投を逃しませんでした。スタンドからの祈りが活力となりました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイをご覧ください。5回の表、4点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回のトップバッターは打った、セカンドが落下点に入りました。山田掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは宮崎に変わりまして、第2球投げた、打ちました、ショート右へのゴロ。西浦ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰って桑原、第5球投げました、空振り三振、バッターアウト。最後は伸びのあるストレート、サイスニード、最後は空振り三振で打ち取りました。5回の表が終わって4対0です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは森、今日はセカンドゴロと三振、ストライク、見逃し三振。左バッターボックスは3番佐野、第2球投げました、打ちました、当たり損ねのセカンドゴロ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番牧、今日はライトフライと三振、打ちました、左中間のフライ、レフト前進、掴んでこれでスリーアウトになります。サイスニード、三者凡退に抑えています。6回の表が終わって4対0です。スワローズリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で濱田、今日4初球打ってきた、クリーンヒット、オスナ2塁回った、オスナ3塁です、と濱田ツーベースヒットを放ちました。さあ試合は終盤7回に入ります。トップバッターは楠本、今日はショートゴロとファースト、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、オスナ取った、オスナベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ソト、投球はこれから3球目、打った、サイスニード、ボールを取る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番戸柱、今日はセカンドフライと三振、第1球打ちました、あっと引っ掛けた、取ってこれでスリーアウト、チェンジ。さあ夜空、ベイスターズ追う展開で迎える8回です。バッターはオースティン、第1球投げました、初球を打ちました、抜いていった、オースティン、いいバッティングを見せました。バッターは9番宮崎、今日2度目のバッターボックス、第1球投げました、初球打った、センター前ヒット、2塁セーフ、宮崎ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第1球投げました、初球から、あっとこれはインフィールドフライ、ファースト落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げた、初球打って出た、抜けた、センターバックホーム、柴田いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。投げた、打ちました、初球打ち、抑えた、これでツーアウト、ランナーはフルベース変わりません。第3球150キロ直球、空振り三振、サイスニード3球で仕留めてみせました。8回の表が終わって4対0スワローズ依然4点リードしています。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは上里、次が4球目、投げた、外角高め、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスは6番外、今日4度目のバッターボックス、第1球投げた、初球を打ちました、
左中間へのフライですが、レフト前に出る、ヒットになります。外、ナイスバッティングです。サイスニード降板、右の清水、今日2番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。次は6球目、投げた、打ちました、山田掴んだ、一塁アウト、スワローズ勝利目前。代打は大和、第6球を投げました、145キロ直球、空振り三振、スワローズ見事勝利です。ご覧のように本日の試合はスワローズの勝ちでございました。勝利投手サイスニード、敗戦投手上茶谷でございます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。